今の私はアイドルに憧れるだけじゃない、確かな目標に向かって歩み始めたんだ。届け私のアピールパワー、虹色に輝く未来へ。いい感じに乗ってきたよ。漫画描いてる時もテンション上がりっぱなしだったけどさ、実際にセリフを叫ぶとやっぱ気持ちが盛り上がるな。最初は実感湧かなかったけど本当なんだよな、自分たちが作った話が映像になるってめちゃくちゃ嬉しいし、それにいい経験になると思う。作品を生み出すってすごいことだと思ってたし、実際にやってみてどれだけ大変なのかも実感できたよ。だからこそ分かること、みんなにも伝えたいんだ。一番大事なのは何かを好きになる気持ちだってこと。それだけで人生が楽しくなったり、他の人の気持ちとつながったらすごいものが生まれたりするんだ。好きの気持ちは夢になって、誰かとつながった夢は未来を作り出していくこれって最高に楽しいよな。私たちとプロデューサーさんの心からこんなにワクワクする作品が生まれたみたいに、みんなの好きも楽しい未来につながってる。この同人誌は私たちの夢の結晶なんだ。ハラハラする展開とか、かっこいいと思うセリフとか全力で詰め込んだから、みんなも感じてくれよな。